目のね、ちょっと病気になってしまいまして、なんか言ってたよね、目が悪いって。だいぶ、これがもうちょっとね、長期戦で、うん、眼科のあれあるだろ、あの機械、それをやっても視力もう度が出ませんっつって、うん、もう中村さん、これはもう、うん、うちでは手に負えませんと、大学病院の方に今招待状書くんで、うん、大学病院の方行ってくださいと。えらい大問題で、大学病院の方に行ったんですよ、うん、そしたら、うん、円錐角膜ですと言われて。円錐角膜で、それは、うん、こう丸い普通の角膜がこう尖っちゃってるから、うん、この眼鏡とかコンタクトだともう焦点が合わないから、どんなに頑張ってももう度が出ない。なるほど。中村さんの場合は円錐角膜が、うん、でもすごい重度、うん、結構重いんで、うん、うちじゃ手に負えないんで、うん、専門医の方に私が紹介状書くんで行ってくださいと。中村さん、ひょっとしたら、うん、移植手術の可能性があると、角膜が。あ、もし傷つけすぎたら、はい、傷つけすぎたらじゃなくて、その診断結果でちょっと非常に悪いから、移植手術と、全部で240万円かかるかもしれませんと。最低でも240万は覚悟してください。これで、海外から角膜を、輸送するので、輸送費、いろいろなのでもっとかかるかもしれないですけど、お金の方は大丈夫ですかと。ちょっと無理ですと。さすがにいきなりそれはちょっと無理ですね、うん、あ、じゃあ まだ最終決断ではないんで、うん、とりあえずそれだけは一応覚悟はお願いしますって言われてて、うん、まあもう嫁とかに、うん、いや実はこうなってしまったと、うん、嫁も、うん、まあそれは大変だけど、うん、まあなんとかこの危機を乗り越えようって、うん、まあもう気持ちが落ち込んでてさ、まあな、でも何も見えないし、もう今も全然見えない状態で、うん、で、いざその病院行ったら、うん、まあ検査が4時間、長っ、もう徹底的に調べます、いろんなの調べんだ、調べますって言われて、もうああいろんなのやって、で、いざ、先生から話があるんで、うん、中村さんこう待機しててください、もうその間もうやばくてさ、これは緊張する、怖すぎて、うん、で、バッて中村さんって呼ばれて行ったら、うん、先生が中村さんと、うん、中村さんの角膜は、うん、1年に1人か2人、うん、ここの病院に来るぐらいの奇跡の角膜なんですよ。奇跡、うん、で、うわ、もうダメだ、もうその時点で、で、あ、じゃあ先生手術ですかね、うん、いや、中村さん、うん、奇跡の角膜って私言ったじゃないですか、うん、中村さんの角膜は、うん、手術しなくても大丈夫な角膜なんです。うん、え、どういうことですか、うん、中村さんの円錐角膜なんとかなんとかなんとかってもうすごい長かったからもう聞かなかったんだけど、それでそれは角膜がすごい綺麗なんだって。これが角膜がすごい汚れてた場合はひょっとしたら手術になる可能性があったんだけど、中村さんのはその奇跡の角膜と言って大丈夫な角膜なんですと。こっちで作ったコンタクトをこうはめて、そのコンタクトで矯正していくと。で、それが240万円が6万4000円で収まったわけよ。相当下がったね。そう、めちゃくちゃ嬉しくて、で、いや、じゃあ僕手術しなくていいんですねっつったら、大丈夫よっつって、で、中村さん、あとねっつって、俺も先生いて、俺いて、ここに助手みたいな先生がいて、はい、中村さん、これ奇跡の角膜1年に1人から2人って言ったでしょ、うん、中村さん、今日でね、中村さんで2人目なのよっつって先生と助手が大爆笑したんだよそこで医者ジョーク記念すべき2人目ですみたいな扱い